どうもこブるです。今回はパイロマンサーのセット装備トーチャーについて紹介いたします。一部モジュールのダメージが正確ではないのでご了承ください。パイロマンサーパイロマンサーのセット装備の効果トーチャーボルカニックラウンドの弾を包むダメージオーラの大きさが3倍になるトーチャーズマスクモジュールデスセンテンスアッシュブラスト スキルの効果を受けている敵に対して5秒間武器ダメージが20%、アノマリーダメージが20%増加する。モジュールがアーマーメルティング、ボルカニックラウンドの標的のアーマーを10秒間20%低下させる。トーチャーズベストのモジュールがサセプタビリティ、ボルカニックラウンド、 このスキルによりダメージを受けた敵の耐性を25%低下させる。モジュールがラディエーションフレーム、ボルカニックラウンド。このスキルによりダメージを受けた敵に弱体効果を与える。トーチャーズグローブのモジュールがイントロバート。敵が近距離にいると見なされる範囲が2メートル増加する。モジュールがエクステンジャー、アッシュブラスト。 炎上状態の敵に4万1923ダメージを与え、状態以上を消滅させる。トーチャーズ・ウェイストクロスのモジュールがアッシュリーチ、アッシュブラスト。このスキルを発動すると武器による体力吸収ボーナスが6秒間40%増加する。モジュールがエクストラマグ、ボルカニックラウンド。 ボルカニックラウンドのマガジンが1つ増加する。トーチャーズ・フート・ギアのモジュールがアノマリー・エコー、15秒間スキル発動時に11万3406、火力が9万4505、アノマリー・パワー・ボーナスを付与する。モジュールがエンパワーメント、アッシュ・ブラスト、このスキルの発動時、 追加で59,818ダメージを与える。今回は、ファイロマンサーのセット装備、トーチャーについての紹介でした。モジュールの一部のダメージが正確ではないのでご了承ください。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。それではまた。